はい、皆さんこんにちは、ちでございます。スーパーファミコンの、ドラゴンクエスト3ですね。これパート21になります。やっていきたいと思いますね。ダーマの神殿がまだやっぱり条件的にね厳しかったので、あとお金ですね。まだまだお金と経験が足んないですね。あ、もう夜なるから街行こうか。ハンターフライベギラマ唱えるんだったかな。あ、ギラ唱えるんだっけ。とりあえずあれですね、装備、整えて人さらい行かないといけないですね。ちょっと装備がまだ整ってないので、今そのお金稼ぎというとこですね。なんかある、ここ。あ、ないか。あるような柄に見えたんだけどね。あら、あー、下へね。はい、痛すぎだなこれ。あそこだ。朝なる前に着きたい。着けそうだね。あららららら、いきなりね。中子さん強いからいいんだよね。ギラね。中子さんまた上がったの。11ポイントの7ポイント忍び足を覚えた。あ、どういうつかな。ちょっと待ってね。最大ヒットポイント100超えちゃったね。素早さ97までいってっけど、いいのかな。さあ、夜に入ってきたら何かあったかな。何もないよね。おお、この上グータまで捕まってしまったら、わしはか。あ、入れない。よいしょ。とりあえず夜に回ると、夜の顔がね各町あるんでね。もうすぐ世界は魔王に滅ぼされる。だって、あ、何も、俺も魔王の話は聞いたことがあるが、ただの噂だよと。ああ宿さあ、いや、もう皆さん寝てるよね。あ、起きてる一人。あ、グググ、あなた、聖なるガンジス。あ、やっぱりガンジス川だったか。聖なるガンジスの流れは命の源です。明日も聖なる川で身を清めています。あと、あ、この人川にいた人だね。よいしょ。もうないかな。ないね、ないね。あ、教会も何もなかったんで、これもだね。じゃあ明日買い物をできるだけして、はい。あ、ちょっとなんかブツブツ言ってるような気がするな。これのせいかな。はいはい。
じゃあ、いやさっき買い物ね、買い物しないといけない。黒胡椒、それならこのそう、まあね、うん、買いに来ましたよ。魔法の黒ずき、お強いな。その前に魔法の盾かな。これ私だね。さっき中子さんはまだいいよね。いや、買いません。売ります。で、鉄の盾ね。はい、いや、これでとりあえず行きますか。行きましょうね。あら、なんか知らないってことだ。魔王は全てを滅ぼす者、凍てついた暗闇と死の世界の支配者じゃ。このままではやがて全ての人々がその野望に怯えることとなるであろう。あ、そうなのね。こっち渡ってみます。あんま変わんないのね。まあ、お金稼ぎして、あ、仲間ね。はいはい。お、なんだこれ、渡ってまた祠がある。いや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 、中子さんがアンドペアかな。で、いいよかな。あ、いい感じ。すごくいい感じでしたね。もう100超えるようになりましたね。ここかな。あ、やらしい形してるなこれ。個性がない画面ごとにね。まあ、リレミとあるから。あ、なにこれ。あ、なんか引っかかってるのかな。入れない。で、こっちは、あ、うん、ドアね。あ、うー、もう地下に行っちゃう。あ、ちょっと行ってみましょうか。これ人さらいだったら厄介だな。ああ、なんだおめえらは、ひょっとして俺たちの中身慣れてんのか。どう行こう。いや、なっちゃダメだね。じゃあ通すわけにはいかねえな、やっちまえと。あ、カンタダ古文、またまたなのかい。じゃあダーリホーかな。で、呪文でギラ出たよ。あ、見かわされちゃった。あ、食らうね。あ、中尾さんも100超えてんのね。あ、効かない、効かないね。あ、ルカなんか。じゃあスクールで捉えましょうか。いや、もうね、よかなとあれの応酬だね。あ、痛い。いや、スクールといきますよ。あとはこれで突っ込めば。もう一回来る？いや、もう突っ切りましょう。え、どういう意味？ああ、赤字出たかな。痛い。あ、やっつけましたね。100ポイント。あ、お金は入らなかったね。また簡単だなんだね。あ、あとね、こういうの袋覗き込むんでね、できるんですね。盾が飾られているってことは、こっちも剣が飾られている。あ、そうなのね。あ、こんなんでも手に入るのね。ありがとうございます。あ、人さらいだ完全。
助けてください。私バハラタの町からさらわれたタニアです。あんた、あ、やっぱりね、グプタ、突き当たりの壁にこの扉を開けるレバーがあるはずだ。どうかそのレバーを。あんたダメだったじゃない。あー、そうか、勝てんのかな今。もうちょっとまさぐってから来たいところなんですけども。あ、かちこさんの種ね、素早さの種ね、で命の木の実ね。あ、いい感じね。あ、使っちゃった。これは何もないのね。力の種、昔はねこれ全部勇者に振ってたんですけどね、さすがにね、賢さね、でも本当私以外みんな優秀なんだよね。賢さ28 40 30 うちの勇者全然じゃない。使いましょうね、もう私ね。はい、2上がった。で素早さ27 97 29 26。あ、これはやっぱりあれだね、素早さはやっぱり中井さんだね。で、え、中子さん力か、46 45 36 16。これは私にしとこっか。あ、違ったね、命の木の実か、ヒットポイントね。あ、間違えちゃった。強さの全員。ね。本当。これ、もう本当特徴のない勇者だな。マジックパワーなんか最低だもんね。これ参ったな。中江さん、もう5上がるんだよね。ということは私で使って100にしとこっか。ちょっとびっくりするぐらいどうしようもない形ですね、私ね。道具整理全員のね。はい、さあどうしましょう。このまま行って、あ、上に上がれんのね。あ、扉開いた。あ、これ私来たとこっか。あー、こっちは？あ、宝箱ある。スタミナの種。いろいろ入るのはいいんですけど、スタミナ、体力47、53、53、38。ほんと、アチェさんダメだね。どうしよう。そうだね。まあまあ、スタミナの種は、中江さんに行っとこっか。体力のある魔法使いでもいいんではないでしょうか。あ、こうなんのね。で、こっちは行ける。で、これ結局扉なんだよね。あ、そういうことね。つながっちゃいました。つながりましたね。で、こう来て、こう来て、こう来て、あ、これダメね。で、こう来て、あ、ダメね。あ、で、こうなって、あ、じゃあこれ真ん中行かないタイプだね。あ、開いた。おう。うわー、来た。誰か死ぬ？はは、死ぬな、これ。あー、死んじゃうな。救うと間に合うかな。スクルト入れとこっか。あ、死ななかった、よかったな。死ななかったね。ベホイミだね、中尾さん。もう一回スクルトいくか。うわー、寝ちゃった。あ、倒した。あ、参ったな。もう呪文というかね、まだ
ここにもあるね。あ、小さなメダルを見つけましたよ。これまだちょっと入りませんね。来てないっていう証明というかね。うわ、あ、でも満タンだから大丈夫か。スクルトだなこれ。うわ、眠っちゃった。大丈夫かな。あ、しまった。中江さん、もうスクルトしかないよね。おお、みんな寝てる。これスクルトしかないな。あ、みんな、あ、よかった。もうちょっと攻撃してベホイミをあっちで作るとね。ああ、えらいこってですよ。ああ、やっぱスクルト効いてるね。で、違って、ホイミでいいでしょ。中江さんには大防御。防御しててよかった、ベホイミをね、中江さんに。ひどいな。で、これでこっちかな。あら、あ、殺人鬼、懐かしいね。中子さんはそっち行っちゃおうかな。でギーラーで、あ、マットンとなえんのか。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょうかね。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート21、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。